はい、次のカテゴリーです。何なのか分かりません。カテゴリーは何なのか。ちょっとね、カタログを買ってないので、カタログを買ってればね、あのゼッケンというか、まあ、番号を見ると分かるんですよ。今、どのカテゴリーをやっているというのが。全然分かんないですね。カタログ買ってないので、カタログは、8ポンド。8ポンドだったかな。あ、確か8ポンドですね。8ポンドってまあ1000円ぐらいですかね。1200円、150円で計算すると。今ポンド安いですからね。以前は200円超えてたんですよ。ポンドというのは250円とか。250円で8ポンドだったら2000円ですよ。全然違いますよ。為替っていうのはもう恐ろしいですよね。なんか言ってる、大きな声で。ちょっともう最初海外に来始めた時、何年前、4年ぐらい前ですかね。海外に行こうと思って海外に来始めたのは4年ぐらい前なんですが、最初はもうね、なんていうかな、朝起きたら街中がゾンビになっていた。あれなんだっけ、あれ何でしたっけ、そのウォーキングデッドってあるじゃないですか、映画が。もう本当にあんな感じだったんですよ。朝起きたら街中がゾンビになっていたみたいな。外人だらけだみたいな、日本人がいないみたいな。だって日本って日本人しかいないじゃないですか。まあもちろん少しは海外の人もいますけど、もうほとんど日本人じゃないですか、日本って。だから外国人がちょっと珍しいじゃないですか、日本だと。だから白人なんているとちょっと珍しいじゃないですか、日本では。でもその海外に来ると白人しかいないわけで、まあ、海外ってその白人の国ですけどね、そのことを言ってますけどね。外国人しかいない、もう周り全部外人、車の運転してるのも外人っていうのが、もうスーパーに行ったら全部外人、駅に行っても全部外人、空港に行っても全部外人、もうとにかく外人しかいない、白人しかいないっていうのが、その朝起きたら街中がゾンビになっていたみたいな感覚だったんですよ、本当に。4年ぐらい前、海外に行こうと決めて、もうじゃんじゃん行くようになってから、もう今年間7回ぐらい行ってますからね、海外に。それでそのもう1回行ったら1ヶ月近く滞在したりするわけですよ。そうしたらもうなんていうか、そのなんていうんでしょうね、もう慣れてしまって、外国人にものすごく普通になってるんですよ、もう今は。でそのまあ今日も車を運転してきましたけど、ホテルから。でその以前は車でその海外で運転してると、すっごい外国に来たみたいな感覚があったんですよね。その海外に来たなみたいな感覚があったんですけど、街中の看板は全部英語ですしね。イギリスに来たら、イギリスの話してますけどね。例えばその最初クラフトでイギリスに来た時なんか、もう街中全部看板が英語で、もうそこら中歩いてる人間は全部白人で、スーパーに行ったら全部白人、道路歩いてるのも全部白人、車運転してるのも全部白人、完全にゾンビ、街中がゾンビになったみたいな感覚だったんですけど、もう慣れてしまって、今はあまりにも海外に来てるので、なんかそのでもね、まだね、日本にいる時と全く同じような感覚ではないんですね。そうなんていうんですか、日本人と全く同じような感じ、あるいはその日本国内にいる時と全く同じような感じでいるわけではないです。まだそこまでじゃないですね。少しまだ違和感ありますね。でもね、もうかなり慣れてしまって、その外国人がもうなんていうか、自分の感覚の中であんまり外国人じゃなくなってきているわけですよ。もうなんか同じ国の人みたいな感覚なんですよ。で、全く同じ国じゃないですね。全く同じ国という感覚とはちょっと違います。
しかしそのかなりそれに近くなってきているっていう感じですかね。今日は3月の、10日ですね。10日土曜日だったっけ。確かそうなんですよ。今日10日土曜日なんですよ。3月10日2018年3月10日土曜日なんですよ。で3月31日までバーミンガムにいるんですね。だからいるので、長期間いるのでじゃなくて、いや今また放送が始まったから。なんだっけ、なんでしたっけ。そう、3月31日までですね。で4月1日に日本に到着するんですけれども、今度は4月6日からロンドンに行くんですよ。でロンドンに1ヶ月間いるんですね。だからもう本当に年中どうかヨーロッパとアメリカが多いですけど、あとオーストラリアにもしょっちゅう行きますね。オーストラリア今年もオーストラリア冬行きますね。それで向こう夏ですからね。でオーストラリアにまた1ヶ月ぐらい行こうかなと思ってるので、その白人が外国人でなくなってしまった感覚みたいなものがあるんですよ。それがちょっとね自分で不思議なんですよね。最初はもう本当になんかもう白人が外国人としか思えなかったんですけどね、最初のうちは。今も全然違和感がなくなってきてますもんね。その骨の具合とか、その骨のなんか体の形っていうか触ってずっと確かめてますね。これピュアブラックじゃないですかね。今多分話しかけたらダメでしょうね。ピュアブラックですね。ああ、もうこのハンドラーの背中で全然見えないですね。全く見えない。このハンドラーのジャケットはピュアブラックですけどね。少しだけ
なんかお腹のちょっと右側のところに少し白いのが入ってますね。左側も入ってんのかな、わかんないな。ちょっと来年から考えた方がいいかもしれないですね。もうクラフトもうなんていうか、もう知ってますもん。もうこの会場も隅々までってことはないけど、そのなんかもうちょっと分かってるんですよ全部。なんかもう飽きてきたみたいな。もう本当に。ウェストミンスターはまだ行ってもいいですね。ニューヨークは、ただニューヨークという街自体がもう汚いし、なんかもうイカれた人間だらけだし、そこがちょっとニューヨークの場合はね、もうなんですよね。でも最近はその海外に行っても日本食を食べることが結構ありますね、多いですね。そのこれで先月ニューヨーク1ヶ月ぐらい、また先月も1ヶ月ぐらいニューヨークにいたんですけど、そのもう居酒屋にしょっちゅう行ってましたもんね。日本の居酒屋に、日本人がやってる日本の居酒屋、まあ、働いてるのは韓国人も多かったですけどね。でも多分オーナーは日本人ですね。あれコロッケとか、なんかオム焼きそばとか、なんかそんなにいっぱいあります。まあ僕はその何ですか、あ、何食べたかな。コロッケ食べましたね。あと寿司を食べましたね。あと、あ、焼き鳥食べた。あと焼き鳥屋さんにも行きましたね、ニューヨークの。あそこの焼き鳥は美味しかったですけどね。なんかもうすっごいあくびが出るんですよね。だから結局寝て、あんまり寝てないからですよ。よく何度も夜中に目が覚めるから、もううるさってしょうがないんですよね。その下のキッチンの音も、声と音が聞こえるし、そこのホテルで働いてる人間が多分ね、上の階とかいろんなとこに、ね、に住んでるんですよ。でそいつらがもう朝3時4時まですっげえ大きな声でわーわー言ってるんですよね。なんか3時4時に大きな声でなんか言ってるんですよ。困りますよね。すげえ震えてますね。プル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 してる。なんかかわいそうですよね。すごい怖いんじゃないですかね。怖がってますもん。いやもう本当この手足が細くて筋肉がそんなもういっぱいついてるわけじゃないですからね。だからかわいそうですよね、こういう犬は。だって
戦っても負けますから、それはもうしょうがないですもんね。それやられるのも絶対負けますもんね。これロットワイラーと戦ったらもう全然話にならないですよ。だからやっぱ怖いんだと思いますよね。その自分がその戦ってもどんなにやっても勝てないっていうのが分かってるわけですからね。かわいそうですね。なんか 前世ですごい傍若無人になんか弱い者いじめをしたりとか、あるいはなんか暴力によって自分の思い通りに全てのことを物事を全て自分の思い通りにしようとしたりとか、暴力によってそういう人間が生まれ変わってイタリアングレハウンドに なってるのかもしれないですよ。絶対傍若無人にできないですからね。こんな細い手足と筋肉の量では。全然背中しか映ってないですね。うん、このハンドラーの背中しか、ハンドラーというか、まあ、多分オーナーだと思いますけど、やべ、後ろの人間風邪ひいてますね。後ろですっげえ咳してるから、風邪のウイルスが飛んできたら、ちょっと風邪うつされたらたまったもんじゃないですよね、これね。もう海外で病気になるとすっごい困るんですよね。まだ国籍が日本だし、日本の保険制度の中でトイレじゃなんでトイレに行く日本の保険制度の中で病院に行ってますからね。だから健康保険が効かないじゃないですか、海外だと。だから海外で病気になるのも絶対ダメなんですよ。よし、逃げようかな。後ろですっげえ咳してる人がいますもん。向かいに座っているその夫婦の方なんですかね、ご夫婦なんですかね、2人、あれ多分ね日本人だと思うんですよね、日本人の方だと思うんですよね。正面に座ってらっしゃる方、日本人だと思うんですけど、あそこに正面に2人座ってらっしゃる、多分日本人の方なんですよね。だから日本、すっごい多分イタリアングレハンドが好きなんでしょうね、あの方々は。だから多分その日本、いやだから結局僕のところにもイタリアングレハンドを飼いたいっておっしゃる方がいらっしゃるわけですから、あの日本でもそのイタグレのファンっていうのは多いのかもしれないですね。ああそういえばポーチュギーウォータードッグ探さなきゃいけない、忘れてたというか、忘れてたわけじゃないんですけど、急に思い出しましたね。いや今ねちょうどそのほら生まれる時じゃないんですよ、子犬が。だから春と秋なので探しようがないんですけどね。だから
そうだ、ちょっと探さなきゃいけなかった。今何月だ、今3月だ。あ、それとあれも探す、ちょっと探さなきゃいけない犬をちょっと忘れてるわけじゃないんですけど、まあまあまあクラフトの期間だけはちょっとしょうがないですね、これ4日間も。はい、決まりましたね。今この順番です。ちょっと後ろに風邪ひいている人がいるのでちょっと逃げます。あの1位の犬が見えないですね。1位の犬だけが、何人なのかわからない言葉でずっと喋ってますね。ペスタシーとかなんか言って分かんない。なんかまた言ってる。ああ、番号と順位を言ってるんですね。1位が何番で、2位が何番でって言ってるんですよ。よし、ちょっと飛びますね。